今日はですね、ジウンのスムース4の操作方法についてお話ししていきたいと思います。で、まあ私はですね、このね、ジウンのスムース4を使って、まあね、ピアノ先生方の、ジンバルレッスンをねしていたりするんですけど、で、まあね、その先生方のためと、あとはですね、まあ皆さんその操作方法を、まあしっかりね、熟知できていない方もいるかと思うので、まあ今回はね、そのご紹介をしていきたいなと思います。はい。ではですね、まず最初に、ここのね、レンズが汚れてるといけないので、ここをね、まずね、拭くように気をつけられた方がいいのかなと思います。結構ね、手垢がついてて曇ったりするので、まずここね、重要なポイントの一つだと思います。はい。じゃあね、まずバランス取りの方行くんですけど、まずはここにねセットして、で、基本的にこうバランスを取っていくんですけど、で、そのスマホがね軽い場合は、ちょっとね、こういう状態でね、固定する場合もあるんですよね。まあ、なので、ここの、まず水平を保つように、セットしてください。まあ、私はね、これぴったり、ちょっとカバーもついてるんで重いんですけど、まあ、それでもね、こう対応できるので、まずこの水平の状態を、ここのね、後ろの、ここにね、後ろのネジがあるんですけど、ここですね。見えるかな、うん、ここにネジがあるんですけど、ここを調整して、長さ調整をして、バランスを整えるという形になります。はい。で、前後に関しては、調整機構がないので、まあ、このままになります。はい。でですね、まずここの電源を入れます。はい。で、次はですね、スマホとこのスムース4を、連携させなければいけないので、まずはですね、この休止モードにして、スマホのアプリを立ち上げますと。はい。で、デバイスの接続が必要ということで、こちらをタップして、はい。で、そのままね、立ち上がるケースもありますし、もう一度ね、このカメラっていうところを押すパターンもあります。なかなかね、立ち上がらないなって思うときは、このカメラっていうところを押していただくと、まあ、早く立ち上がる可能性があります。はい。これで休止モードをね、ここ解除すると、はい、水平が保つようになります。まずですね、この状態、何もボタンとかも押さない状態は、フォローモードになってまして、このね、横方向の動きだけが追従するという状態になってます。まあ、まずこれがね、基本操作ですね。で、上下運動をさせたいときは、こちらのね、後ろのトリガーを押しながら下に下げると下に下がっていきますし、押しながらこう上に上げていくと、まあ、上に上がっていくという形になります。はい。もうね、もう基本の操作はまずこれですね。で、最初の位置に戻したいときは、ここをね、2回カチッカチッとやると戻ります。もう一回やりましょうか。こういう状態で、最初の位置に戻したいときは、カチカチと2回、はい、押すと戻ります。で、あとですね、この上にも、ボタンがあるんですけど、ここね、ボタンがあるんですけど、これは、押している状態は、スポーツモードになって、こう、速い動きができるようになります。まあ、あんまり使わないですけどね。はい。まあ、そういうモードがあるよと
いうところで、ちょっとね、ここ押しにくいので、基本的には、持ち方としては、ここの後ろに指を、人差し指をここに置きながら、まあ、必要に応じて、上下運動させたいときに押しながら動きを出すという形ですね。になります。はい。あとですね、こちらに切り替えスイッチがあるんですけど、こちらですね。こちらに切り替えスイッチがあるんですけど、こちらを下にするとロックモードになりまして、完全にね、これがね、スマホの位置が完全に固定された状態になります。まあ、これはね、どんな時に使うかっていうと、もう本当にこう、位置をね、動かしたくない時、ちょっとこう、自分がね、動いたとしても、被写体に対して動かしたくない時に使ったりします。まあでもね、あんまり使う機能ではないので、基本的にはこの、切り替えスイッチの上、PF と書いてあるパンフォローモードの状態が良いかと思います。で続いてですね、よく使うところで言うと、まあ、録画ボタンですね。このね、赤いマークがついているので、大体、皆さんわかるかと思うんですけど、ここを押すと、録画が開始されます。はい。で、停止するときももう一回押すということで、録画が停止されますということですね。はい。で、その次に、写真をね、撮りたい場合は、ここに、写真のマークがあるので、こちらを押すと、はい、写真を撮ることができます。はい。で、続いて、その左側ですね。左側のボタンがあるんですけど、これは何かと言いますと、このね、ランプがついていない状態っていうのが、フォーカスを合わせるものになりますね。ここをね、横のぐるぐるを動かすと、フォーカスのコントロールができるようになります。で、戻したいときは、タッチすると、フォーカスが合ってくれるので、まあ、これで操作するという形ですね。で、こちらのボタンを押すと、ランプがつくんですよね。で、ランプがついた状態ですと、今度ね、ズームになります。はい。ズームになるんですけど、これをね、ズームにすると、やっぱりね、画質は荒くなるので、私はあまり使わない機能ですけど、まあ一応ね、このズームができるという形になります。はい。で、続いてこのね、十字部分になってくるんですけど、まずですね、これ中央ってあんま使ったことないな。あ、長押しすると、ライトがね、つく形になります。こういう感じで。はい。で、長押しもう一回すると、停止するという形になります。で、続いて、上。十字キーの上を押すと、解像度の設定をすることができます。で、これもね、機種によって違うので、まあ今回ね、私の機種で言うと、iPhone のね、10R になるんですけど、これはね、4K60p まで撮ることができます。まあでもね、ファイルが大きくなってしまうので、私のおすすめは、1080p の 60fps。こちらをおすすめしています。はい。で、戻るときは、こちらのね、左上、のメニューのボタン、ここのね、上にね、マークがあるんですけど、戻るボタンがあるんで、ここを押すと、戻る形になります。で、続いて右。右がね、露出になってまして、ここのね、ダイヤルをくるくる回すと、その、明るさのね、調整をすることができます。はい。で、続いて下。下がね、動画とか写真を撮影した時の
再生ボタンですね。まあ何が入っているか見たいときは、こちらから見るという形になります。で、これを選ぶと、そのね、画像だとか動画が表示されるという形になるので、で、戻るときはこのまたもと左上の戻るボタンですね。になります。はい。で、続いて、左側が、十字キーの左が、外のカメラと中のカメラの切り替えスイッチになっています。はい。で、続いてですね、このディスプレイのボタンがあるんですけど、こちらは、下の表示のあるなしだけですね、になります。まあ、これはどちらでもいいんですけど、まあ、大体の数値を見たい人は、表示させておいて、まあ、別に特に必要ない人であれば、これはね、まあ、見えなくしててもいいとは思います。はい。あとはですね、ここのね、左上のメニューのボタンの中に、まあ、たくさん、まあ、機能が入っているんですけど、ここはね、ちょっと今回は、省略したいと思います。まあ、簡単に言いますと、この電話のカメラっていうところでいろんなその撮影方法の切り替えができるという形になっています。で、次にフラッシュ。フラッシュは、まあ、ここでもできるので、真ん中のボタンで、特に必要ないかなとは思います。はい、で次が1回の遅延って書かれているのがタイマーですね。写真撮影の時のタイマーになります。で HDR を使うか使わないか、まあ、これは、ね、基本的に使わないかと思います。でホワイトバランスの設定で解像度は先ほどねこの十字キーの上のボタンと同じです。で、マニュアル撮影をしたい場合はマニュアル撮影にすると、細かくね、ISO 感度だとか、ホワイトバランスだとか、そのあたりの設定をすることができます。で、撮影モードの歩行モードとスポーツモード。速い動きの場合はスポーツモードにするといいということです。まあ、基本的にはね、歩行モードでいいと思います。で続いてフィルター。これはね、インスタの、カラーのね、設定とか、それと同じような形で、いろんな色味になるんですけど、まあ、ここでね、色を変える必要ないかなと思うので、特に使わないかと思います。はい。で、最後に設定の中に、設定のカメラの中に、ビューティーカメラとか、まあ、ちょっとね、いろいろありますけど、基本的にはもうデフォルトの設定でいいのかなと思います。まあ好きなねものがあれば、まあ、例えばねビューティーカメラにしたいなっていうことであればこれをオンにすると多分ね肌のツヤが良くなったりするのかなと思います。はい。ということでね全体の操作は、まあ、以上になります。はい。ということでですね今回は、ジウンスムース4の全体的なちょっと操作方法についてお話しさせていただきました。